じゃあこちらの物件について紹介します。今日はそのグルーを提案した論文の紹介ということで、その既存 の文法訂正誤りですね、文法誤り訂正ですねの評価基準というのはその人間の判断に基づく基準と比較されていないというのがそのこの論文が書く前の問題現状になっていて、でその GEC システムの出力を人間による評価と、まあ、比較して、でマックスマッチ、まあ、M2 スコアと呼ばれるものや、まあ、i メジャーなど その評価基準等の相関は、まあ、弱いということを示して、でブルーを単純に偏見した、グルーというものを提案して、それが、相関が近人間の判断によるものと、まあ、相関が近いよということを示したものになります。でイントロダクションです。GEC はその、まあ、筆者らによると、まあ、機械翻訳よりもその、まあ、訂正を行うっていう意味でその人間の判断に基づいた、まあ、グランドトゥルース、まあ、基盤的な、まあ、整合性のある評価基準っていうものが、まあ、求められます。でその、2014年 そのコミュニケーション NLP、まあ、そのシェアードタスクの、GEC のその出力のを、人間によるランク付けってものを行うことによって、まあ、既存の GEC の評価基準はその人間の評価との相関が、まあ、悪いで、まあ、今回その、まあ、その相関を、良くするため良い指標を、まあ、作る一つのステップとして、まあ、ブドゥから発想を得たグドゥってものを作りましたってものになっています。で、まあ、既存 その、評価基準の簡単な説明ですけど、まあ、マックスマッチ M2 スコアっていうのは、まあ、フレーズレベルの編集を考慮していた、まあ、FT っていうか、そのあれですね、今まではその単語レベルでその訂正できているかどうかっていうものを見てたんですけど、もっと長い単位で、まあ、見ることによって、まあ、そういった目で 見た評価基準ってなっていて、まあ、i メジャーっていうものは、またどれだけこう書き換えてるかっていうもので、まあ、編集所によって、をも考慮した、まあ、評価基準です。で ブドゥ っていうのは、まあ、n グラム、まあ、基本4、グラムですかね。で、まあ、一度見るってもので、で上の2つの評価基準と違ってアノテーションがいらないっていうのが、あって、まあ、非常に使いやすいっていうものです。でそのシェアードタスクので公開されている、順位の公開されたその出力からそれぞれの評価基準の値っていうものを筆者らが、計算してそれぞれの相関っていうものを見てみると、そのブドゥと M2 のは負の相関ってなっていて、でブドゥとアイメジャーっていうのは正の相関ってなっている。で、まあ、一応これは筆者らがやってるやつですけども、まあ、これらの相関を調べるっていうのは、まあ、既存の研究でもやられてるんですけども、で、まあ、それぞれの評価基準ごとに、まあ、相関があるとか相関がないとかいうのは、まあ、やられてるんですけど、人間の判断と比較を試みた研究がなかったってことで、まあ、今回やってみたっていうことになっています。でその、統計的機械翻訳の分野ではそのピアソンの、まあ、相関係数とスピアマンの、まあ、相関係数っていうものを用いて、それが人間の判断と、相関があるかどうかっていうものを 評価基準の一致に関する、まあ、評価っていうか、まあ、評価基準が、まあ、人間の判断と似ているかどうかっていうものが、しばしばよく、やられています。で、まあ、それに倣って今回も、手動で評価するサポート、手動評価サポートするツールキット、まあ、アップレイツですかね、を使って、まあ、そのシェアードタスクの出力のランク付けってものを行ってみましたって感じです。で、まあ、アノテーターっていうのはこの3人の英語のネイティブスピーカーなんですけど、その人たちにそのソース文とディファレンス文で、その、このシェアードタスクだとディファレンス文は2つあるんですけど、そういうランダムどっちかを出したものを、まあ、提示して、であとその12のシステムがあるんですけど、そこから4つの、システムの出力分をランダムにこう表示してあげて、それらにランク付けをしてもらうってものになっています。でそれを3人にやってもらって、まあ、大体今8000分ぐらいを、判定してもらったってことになっていて、でそれらをトゥルースキルっていうものでそういったランク付けしたものをこう
まあ、いい感じに値にしてくれるものがあるので、それを使って、まあ、品質、各システムの品質ってものを推定して、まあ、結局ランキング付けしたってことになります。でその3人 の, その、ネイティブスピーカー同士は、それぞれ、まあ、このぐらいの相関が、あるっていうことが、分かります。はい、はい、で次、まあ、ブルーを説明する前にまず、まあ、ブルーのおさらいということで、まあ、ブルーはその、まあ、翻訳文と参照訳で、まあ、実した N グラム数っていうものを、まあ、見て、まあ、それを、まあ、見ていくっていうものになって、まあ、どれだけその N グラム単位で、まあ、一致しているかっていうものになって、で、まあ、一応その元論文をから、まあ、式を引用すると、まあ、大体こんな感じに表されるものですけど、で今回グルーっていうものは、まあ、特に分子を見てほしいんですけど、まあ、一応その R がそのリファレンス分、まあ、正解ですね、正解の分と出力の分を見て、まあ、どれだけ合ってるかっていうのを見るんですけど、それにこの、ソースと、R の差集合ですか、そのあれですね、ソースからその、正解の分を引いて、引いたその誤りが残るとその出力が一致している N グラムがあれば、その分だけこう減点してあげる。で逆にそのソース、その正解の文章からソース元の分を引いて、でつまりその、本来その挿入されなきゃいけない高単語とか N グラムってものが、しっかりマッチしていれば、まあ、その加点仕上げるっていう感じに、その減点とか加点とかそういったものを考慮したものをにして、でそれでそのブルーっていうものを、あとここはブルーとそれとほぼ同じなんですけど、その一致してたら、1っていうカウントをして、で BP っていうのはその出力された文章が、その参照の、正解分よりもあまりにも極端に短いと、どんどん指数関数的に、値を検証してあげるというものになって、でそれでグルーというものを、出力しますというものです。で、まあ、グルーは、まあ、ざっくり言うと N グラムの、まあ、従来のブルーのもうちょっと重みというものを、考えたものになっています。で、まあ、今回はその、まあ、ブルーとかでも使われるその標準のまあ、4ですね、マックス 4g で見るってものにして、でその、減点するところのラムダの、値は、まあ、0.1 と今回0っていうもので、検証してみたものになります。で結果を出すと、結局一番良かったのはグルー0になって、これが一番そのさっき人間と人間との相関ってものに、まあ、大体、まあ、この中で言うと、この中だと、まあ、最も近いものになっています。で、まあ、でもそれでもまだ人間の順位付け、人間の相関と、まあ、まだちょっと遠いっていうのは何でかっていうと、まあ、筆者らは人間がその許容している一部の誤りを評価基準はその等しく重みをつけることが原因じゃないかっていうのをことを考察していて、で例えばこれなんですけど、例えばそのスペルミスアカウントが、そうですね、 C がなんか余分にあるとかそういったものを、取り除くっていうものと、例えばそのそもそも B が抜けているっていうものだと、それはその人間だとそのあまりその C がたくさんある、例えば UMC を見てもらうと C はそのまま、アカウントの中 C が3つありますけど、その、動詞の方が、まあ、ちょっと訂正箇所は違うんですけど訂正されているので、まあ、そのヒューマンランクとしては、まあ、いい感じじゃないってなんですけど、でも実際その、今までの評価基準っていうのは、まあ、グルーもまあそうといえばそうなんですけど、同じ重み付けをしてしまうっていうことがあります。であとここから言えるのは、M2 スコアっていうのは、結構その挿入される箇所に結構敏感で、例えば B が入る場所っていうのが、もう全然違うと、もうそれだけで、
M2 の値は0になってしまうけど、グドゥっていうのはその N グラム単位で見るわけなので、それで入っていれば、そのまだその訂正されてないものと比べて加点される、若干良くなるっていうのがあります。で、まあそういったことで、まあ今言ったのと大体同じなんですけど、まあ GDU0 と M2 は、あ、そうですね、 AMU を結局さっきのだと AMU をまあ一番評価してるんですけど、まあ誤った訂正を入れてしまってるし、まあヒューマンランクもまあ2位なわけですけど、でも人間は実際はスペルミスよりも動詞が訂正されている方が、まあ人間の判断としてはまあ訂正されているって考えてランクを高くするって傾向があって、で M2 スコアだとその、まあ訂正箇所が異なるだけでまあ0みたいな感じになっちゃうけど、まあ、グドゥだとその N グラムで見ているので、まあ、一応加点はされるって感じに値が高くなるっていうことです。でまとめますと、まあ、人間が分の質ってものをどのように認識しているのかってところに着目して、その既存の評価基準を単純な変形を行って開発したグドゥってものを開発しました。で、まあ、N グラムを使用することで、まあ、流暢さっていうものを捉えつつ、まあ分まあ、直訳するとまあ文法的ではない編集って書いてあったんですけど、まあ、単純その誤りを訂正してるか訂正してないかっていうものを、見てあげることによって、その、まあ、人間の判断をより戻るかしました。で、まあ、でただグドゥでがじゃあ一番いいのかってわけじゃなくて、グドゥでまだまだ人間の相関と、まあ、まだ遠かったり、あるいはグドゥってそのさっきの動詞 の訂正をしっかりその重みつきを変えるみたいな感じにはしないわけで、まあその評価基準っていうものはまだまだ改善していくことが重要であるというものでした。じゃあ以上で発表を終わりにしたいと思います。